ジャンク TV。 ちょっとね、なんかいつもと違う絵柄で、はいはい、登場することになったんですけれども、はい、店長がいないですよね。はい、ちょっと店長がお休み、はい、お休みということで、まあ、ちょっと代わりに僕らが、はい、また今週もイオシスのジャンク品についてお伝えさせていただきたいと思います。はい、お願いします。まあ、ちょっと店長に代わりまして、はい、軽くジャンク品について説明いたしますと、はい、今イオシスのジャンク品は D ランクと J ランクという2つがございまして、はいはい、D ランクというのはですね、まあ、ジャンクほど大きな問題はなくて普通に基本的には通常使用ができるけれども、まあ、ちょっと問題はありますよっていうところで、こちらに関しては動作保証1週間ついております、はい、で J ランクっていうのはもう明らかに分かりやすく、まあ、簡単に例えですと割れちゃってたりとか、はい、一部機能が完全に使えなかったりとか、はい、まあ、そういう完全難あり商品 で、はい、でこちらに関しても一切の保証がない商品となっております。はい、はい、で今週の、まあ、ちょっとじゃあ第1点から、はい、まあ、こちらでございます。スンミやスンミ、スンミですね。こちらまあ何週間か前の、まあ、ジャンク TV でも一回紹介させていただいたんですけれども、まあそちらの商品の、まあ、ちょっとあのその時は多分ジャンクで商品紹介したんですかね。まあ、中古 C ランクと、まあ、D ランクの商品となります。まあ、最初に紹介した分のロットはもうオープンして数分ぐらいに全部売り切れちゃったんですけれども、ね、まあ、ちょっと別のランクの商品とかで、まあ、ちょっとまだ店頭にいくらか残りがありますのでちょっとご紹介させていただきます。まあ、商品につきましてはもうあの時ゲームをしてますし、まあ、それだよね、ここにレシートプリンターみたいなの入れて、はい、ウィーって出てくるやつだよね。そうですね、なんかよくお店であるなんか はい、レジ機みたいな。そうですね、まあ Android 搭載のまあ何ですかね、 Android っぽいやつ、デジロールのプリンター、ハンディターミナルになるんですけど、まあ、こちらですね、まあ、電話機能は、まあ、スマートフォンじゃないついてないんですけれども、まあ、Android 入ってますんで、まあ、いろいろとちょっとお詳しい方は結構これまあなんか前もすぐ売れた感じのやつ。そうですね、最初に出したロットのやつはすぐに、はい、もうその分完売しちゃったみたいで、まあ、人気商品なんですけど、まだちょっと店頭の方にですね、まあ、C ランクが32台で、こちらの D ランクが、まあ、ちょっとこれ今日時点なんですけども、今日時点で16台まだあるということで、まあ、ちょっと改めてご紹介させていただきます。 C と D で値段、C が3980円、はい、で D ランクが1980円、はい、めっちゃ安い。 D ランクがほぼ C ランクの半額なんですけど、まあ、こちら C ランクのものと、まあ、D ランクのものなんですけど、背面ゴム欠損って書いてるけど、はい、それだけ、まあ、正直普通に何も入れず見たら分かんないじゃないですか。分かんない、こと、まあ、もちろんその16台ある D ランク一個一個はちょっと状態違うんで、まあ、ものによってその個体差はあるんですけれども、まあ、これに関して言えば何が違うのか分からんというぐらいですけども、お値段は半額です、まあ、そうですね、はい、早いもん勝ちだ、はいはい、まあ、ちょっと詳しい、ね、まあ、まあものについては、まあ、ちょっと前のジャンク TV 見返してもらったりとかで、はい、していただきまして、定義に聞いてください、はい、まあ、こちらも1980円という超破格な D ランクの方がまだ本日時点だと16台あるということなので、はい、まあ、こちらかなり早いもん勝ちだと思いますので、はい、ぜひお願いします、はい、ご来店してください、はい、で第2点目なんですけれども、はい、まあ、ここからちょっと Android のスマートフォン、まあ、こちら、まあ、あんまり普段ですね、まあ、見ること少ないモデルかなと思うんですけども、 ASUS の ROG Phone 5、まあ、のゲーミングスマホですね、こちらの ROG Phone 5の、国内版のストームホワイトになるんですけれども、めっちゃ綺麗ね、はい、でもこちらいわゆるジャンクなんですよ。なんで、まあ、D ランクみたいな一週間保証でも保証もない商品なんですけども、うん、買ってみた感じかなり綺麗じゃないですか。綺麗、はい、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗ですし、うん、まあ、こうやって今電源つけていただきましたけど、まあ、普通に、はい、Android も動くんですけど、うん、症状がですね、SIM カードを読み込まないやったスマホなんですけど、基本的に本にはならない、はい、まあ、ただですね、これゲーミングスマホなんで、型が前の型なんで、まあスナップドラゴン888なんで、まあ今もうめちゃくちゃ重いゲームとかを一番快適なまあ環境でやろうとすると、ちょっとまあ重いとこもあるかなと思うんですけど、まあ言ってまあ結構ハイパワーな機種になりますので、
まあ、正直ゲーム専用端末なんで、はいはい、その電話とかには使えませんよ、はい、でもその Wi-Fi でつなげて、はい、Android のゲームやりたい、うん、もしくはその自分の本当に使ってる端末の方と、うん、まあ、こっちでこう、まあ、同じゲームから2台で入ってやったりとか結構やるじゃないですか、うん、はいはい、まあ、そのゲーム機として、はい、使うと使うって場合だったらもう基本的にはもう何の支障もないはず、まあ、保証はしないんですけど一応我々のチェックしたところによると、まあ、他のところは問題ないということなので、これなんか見て DR SIM って書いてるけど、SIM は読めません、読めないはい、さすがジャンク、はい、それはもう保証も一切保証はしません、しないと、はい、まあ、ただそのゲーム専用端末として、はいはい、ちょっとあのサブ機欲しいなという方だったら相当、はいはい、いい端末じゃないかと思います。でしかも見てたら安い、そうですね、イオシスの A ランクが 64,800円、はい、で B ランクが 59,800円、はい、で C ランクが 52,800円っていうまあ商品なんですね、はい、でこちらの方がジャンク品、はい、まあ、無保証でございますけれども税込みで、3万5000円、やったー、まあ、かなりお安いと思いますでも SIM は、呼び込みません電話はできませんいやマジでゲームだけする人には、まあ、逆に安いよね、はい、まあ、ゲームしたり動画見たり音楽聴いたりとか、はい、まあ、そういうメディア系の、はいはい、端末として使ってくれる分には、まあ、性能的にはめちゃくちゃいいと思うんで、やったね、でこちらも限定1台ごっきり、1台ごっきり、はい、なので、まあ、興味ある方はぜひ、はい、ロジューが手に入ってください、はい、ありがとうございます。でこちらと、まあ、もう1台ちょっとスマートフォンご紹介しようかと思いまして、はいはい、まあ、こちらも大正義 iPhone ですね、まあ、ちょっと iPhone の12 Pro 128GB でこちらがまあ D ランクの商品ですね、まあ、なのでいわゆるその動作保証1週間つけますよ、まあ、でもちょっとなーりですっていう商品になりまして、でこちらの方がのアウトカメラシミっていう、まあ、結構よくある、あ、まあ、経年劣化みたいな感じで結構 iPhone よくこれ発生するんですけれども、はい、他の機能はチェックしたところ、うん、問題なさそうなんですけれども、うん、まあ、ちょっとカメラ開いていただいて分かります、まあ、そうなんですよ、これ結構対象に色ついてるとほとんど分かんないんですけど、うん、まあ、ちょっとその白い壁とかにこう合わせていただくと、あー、この写真、はい、で、このシミは写してもやっぱ写した写真にちょっとシミは、あ、はい、あ、そういうことですね、はい、残っちゃうということで、あ、まあ、ただ正直そんな大したことはないです。で、外装に関しても、まあ、ちょっと、まあ、ここに傷はあるんですけれども、うん、全体的にはかなり他のところは傷もなくて、綺麗な、うん、比較的綺麗な端末になります。で、こちら12 Pro、 12 Pro ですね。で、こちらちょっとご紹介、まあ、したかったっていう理由が、うん、まあ、ちょっとお値段がだいぶ、はい、安い、はい、お安くなっておりまして、まあ、やっぱ iPhone12 Pro なんで、うん、言ってまだやっぱり A ランクだと 77,800円、はい、で B ランクだと 69,800円、はい、で C ランクでもまだやっぱ 62,800円、なるほど、やっぱ言って iPhone のプロモデルなんで結構値段するんですけども、はい、まあ、こちら、D ランク、はい、1週間保証付き、はい、49,800円、お安い、はい、これはいいね、お安いですね。そうなんですよ、まあ、ちょっと D ランクの iPhone よく紹介してるんで、そんなにちょっと目当たり人はないかなと思ったんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと状態的にもお値段的にもちょっと紹介したいなっていう、はい、ものでございまして、でさらにこちらですね、あの路地裏ジャンク店で在庫が、まあ、本日時点で5台、あ、狙い目、まあ、ちょっと症状はそれぞれなんで、はいはい、まあ、ちょっとこれよりももうちょっと状態悪いやつとかも、はい、まあ、あると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、でもこの 49,800円、うん、iPhone12 Pro D ランク、うん、まあ、路地裏店5台ありますんで、うん、まあ、ちょっと症状1台1台ちょっと自分でチェックして、うん、まあ、今 iPhone ちょっと使いたいな、でもちょっとプロモデル欲しいけど高いなっていう方にはめちゃちょっとおすすめの端末なので、ちょっとまあ言うてね、もうすぐ iPhone も新しいの出るし、はい、そんなにね、あんまお金今使いたくないもんね、高いのあんま行きたくないんで、とかだといいかもね、今買うならしか、はい、タイミングで、なんでちょっと、はい、こちら、まあ多分これは結構な速度で売り切れちゃうと思うんで、はい、ぜひちょっと早めにご来店いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、録音が霞みますか。いや、録音もいいですよ、これなかなかちょっと出てこないんで、まあ、そもそも普通の通常中古でも録音ってそんなに数流通してないんで、まあ、本当にゲーミングのサブ機探してる人にはよりおすすめな端末があるので、はい、
そうですね、はい、スピーカーともかなり性能いいスピーカー積んでるんで、まあ、というわけで本日ですね、こちら、スンミ、まあ、ちょっと特に D ランク推し、はい、D ランク1980円、はい、であとはですねこちら、SIM カードを一切読み込まない、ジャンクの65 5 でこちらは税込み35,000円、はい、でこちらが、カメラに、まあ、ちょっと染み付きの、iPhone12Pro 128GB で 49,800円と、はい、まあ、こちらちょっとご紹介させていただきました、はい、こちらの商品ですね、まあ、最初にもお伝えしましたけれども、まあ、店頭限定の商品になっておりますので、ぜひイオシス秋葉路地裏ジャンク店にご来店になられて、はい、ちょっとご自身の目でチェックして、まあ、気に入っていただけたらぜひご購入の方よろしくお願いいたします、はい、お願いします、ありがとうございます。じゃあこんな感じです終わりです、はい、ありがとうございます。Junk TV.